実はですね、市販のスポーツドリンクはかなりの糖分がね、入っているんです。みずみずしい肌のハリを保ちながら綺麗に痩せるためのドリンクをご紹介していきます。こちらのドリンク、私も日々おいしくいただいているドリンクなんですけれども、私たち女性にとってはこうせっかく痩せてもお肌が、げっそりシワシワとかですね、こう肌荒れしてきた、もうそんなダイエット嬉しくないですよね。私もダイエットの時はそうなんですよね。やっぱりお肌の状態がその日の気分をこう左右しませんか？やはりね、いつまでもこううるうるみずみずしいお肌をこう保ちながら、でもやっぱりダイエットしていきたいですよね。そこでおすすめなのがこちら、レモン白湯なんです。もちろんこのお白湯だけでも綺麗に痩せることできるんですが、プラスこのレモンを入れることでこんなにもその美肌、みずみずしいお肌効果にまつながるんですよっていうお話なんです。まず作り方ですね。お白湯です。カップ1杯に対してこういったレモン果汁を、数滴入れます。これ適量、お好みで良いです。ここに天然塩、お塩を一つまみ入れて、私も毎朝飲んでいるんですね。で、このレモン白湯なんですけれども、詳しくこのお白湯の作り方もですね、お白湯イコール、温かいお湯かなという、方もいらっしゃると思うんですけれども、もっともっとそのダイエット効果を高めたいということであれば、詳しく、正しいお白湯の作り方を別動画で私ご紹介しておりますので、この動画ご覧いただいた後に詳細欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ではこのなぜこのレモン白湯がそんなにもダイエット効果にも効く、またみずみずしいお肌を保つことができるのかということなんですけれども、ビタミンなんですよね。ビタミン C です。もうこちらがやはり美肌と、風邪予防にもなりますよということ。そして実は丸にクエン酸がですね、豊富なんですね。でこのクエン酸があなたの肝臓を元気に、してくれるんです。で、なぜその肝臓が元気になったら美肌になって痩せることができるのかということなんですが、この肝臓が元気になってくれることで、あなたがその溜め込んでしまった、いらないもの、老廃物ですよね、そういった有害物質をやっぱり外にこう出してくれるのは肝臓の働きが良くないとできないわけなんです。逆に言うと、肝臓が元気でなければ、あなたはいつまでたっても溜め込んでしまう体質なわけですから、痩せることができないっていうことなんですよね。で、そこでその老廃物を出すデトックス効果がアップして、結果ダイエットに成功しますよということです。で、まだまだあるんです。すごいですよね、レモンのパワーすごいです。ポリフェノールも入っていることをご存知でしたか？で、こちらはですね、その血圧やコレステロール値のこう上昇を抑えてくれる効果があるわけです。そこでやはりその痩せてもですね、こう病気になっていては元も子もないですよね。生活習慣病を予防してくれるという意味でも、やっぱりポリフェノールが入ってレモンをお白湯に混ぜることは丸なんです。では次です。リモネというですね、成分がレモンには入ってるんですよね。なんか響きが綺麗ですね、リモネ。これがですね、あなたの自律神経のその交感神経といって、そのやる気スイッチオンを刺激してくれるんです。ですから、例えばあなたがこう朝なかなかこうすっきりと目覚めがこうできない、起きれないという時はですね、このレモン白湯を飲むことで体内時計をね、リセットすることができるんですよ。なので朝一番に飲むのがおすすめです。そうすればスイッチオンになりますから、こうすっきりと、目覚めることができるんです。朝からすっきり目覚めて、その日一日気持ちよく過ごせたら、もうこんなにいいことってないですよね。なので、私もちょっと今日朝起きるとききついなっていう時は、レモン白湯をさっと作ってね、飲んでリセットして、一日楽しくお仕事に、いろんなことですね、元気いっぱい取り組むことができているわけです。では最後5つ目、スポーツドリンクの代わりになりますよということです。
実はですね、市販のスポーツドリンクはかなりの糖分がね入っているんです。で、私のこの微腸活のですね、まあ、指導のもとお話ししてくださったクライアントの方がですね、そのお子様がまあ野球部で、その毎週末毎週末その試合の応援に行くわけです。で、その時に暑いですから、ひと夏でですね体重が3キロ太ってしまった原因が実はスポーツドリンクだったということがね、後から分かったんですね。とにかくその水分補給が大事と思って飲まれていたんですけれども、知らず知らずのうちにものすごい糖分入ってるんですよね。ペットボトル 500ml あたり、まあ、角砂糖が 15、6個分入ってると言われますから、その方3本ぐらい飲まれたんですね。すごい量の糖分ですよね。ですからこのレモン剤を作って、まあ、ちょっと冷ますことで、あのビタミン C と、まあ、塩とクエン酸の力が働きますから、運動後の水分補給であったり、ぜひぜひそのお子様にも、ね、飲ませて差し上げてもらいたいんですね。そうすると、まあ、疲労回復にもつながりますし、糖分の摂りすぎ予防にもなりますよということです。さあ、いかがだったでしょうか。このレモン剤を飲むことで、あなたはうるうるとですね、みずみずしいお肌をキープしながら、その健康体にも慣れて痩せることができるんですね。ぜひこのレモン剤を飲んで、あなたご自身と、そして周りの大切な方々にもどんどん教えて差し上げていただいて、たくさんたくさんみずみずしいお肌をキープしながら痩せる方を増やしていっていただきたいなと思います。またこの動画ご覧いただいて役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。